ペースシャトルコロンビア号空中分解事故。2003年2月1日、アメリカ合衆国の宇宙船スペースシャトルコロンビア号が大気圏に再突入する際、テキサス州とルイジアナ州の上空で空中分解し、7名の宇宙飛行士が犠牲になった事故である。28回目の飛行を終え、地球に帰還する直前の事故であった。事故原因は、打ち上げの際に外部燃料タンクの断熱材が風力によって剥落し、手提げカバンほどの大きさの破片が左主翼の前方を直撃。これにより耐熱システムを損傷させたことが、後の空中分解を引き起こしたと考えられている。スペースシャトルは通常高度400キロから500キロ付近で任務を遂行。帰還の際、およそ高度300キロまでを覆う大気圏へと突入する。これがいわゆる大気圏再突入である。この時の突入速度はマッハ20から25。その際の突入角度が重要である。大気圏再突入の際、機体の表面温度は最も高いところで1500度にも達する。そのため、機体を覆う断熱素材は場所により異なるが、最も高温にさらされる箇所には強化炭素複合材が使用される。黒いタイルがそれに該当し、マイナス157度から1650度の範囲で使用可能。この事故は打ち上げの際、左主翼前方の該当タイルが剥離したことで、機関で大気圏再突入する際、損傷箇所から高温の空気が侵入し、翼の内部構造体が破壊され、急速に機体が分解し、事故に至ったと結論付けられています。勇敢なる7名の宇宙飛行士のご冥福をお祈りします。